ライブアジャスターって言います。ローランス純正の縦横切り替えのできるアタッチメントで振動子をつけてみたいと思います。フォワードモードにすると、まあこういう感じですね。はい、ただちょっと見てもらって分かる通り、ローテーターを使う場合にこの純正のアタッチメント縦横切り替えられるやつを使うと、ちょっと飛び出し幅がすごく大きくなってしまうんですよね。ローテーターを回してやると、ギリ大丈夫ですけど、これの場合は今ここのクリアランスがちょっと触れるともう当たってしまいますね。で、まあこのライブフットの場合は割と離れてるんでいいんですけども、まあその他のローテーターやともうちょっと距離がね近くなるんで余計に当たってしまいます。同じくスカウトモードに切り替えた時も回してやると、もうこの距離がねすごく近くなってしまいます。そこでですね、ちょっと今回新たにこう作ったパーツがあるんですけれども、こちらですね、はい、ライブアジャスターって言います。ちょっと一回つけてみますね。実際にこれ、まあ、フォワードモードなんですけれども、で、まあ、1個の振動子で、縦横、フォワード、それから、スカウトモードを切り替えて使うっていうと、あると思うんですけども、その切り替えも、非常に簡単にできます。まず、この、ネジを緩めて、で、下に向けて、はい、これで、横向きのね、スカウトモードに変えられます。それでこのライブアジャスターのいくつかメリットあるんですけども、最大のメリットがこのスカウトモードで使うときですね、この振動子の今この角度ですけど、まあビームがこういうふうに飛ぶわけですけども、この角度が純正の先ほどね見ていただいたこのアタッチメントやと、この L のステイになっていますので、角度がもう固定になってしまいます。使い込んでる方はね、もう気づいてる方多いんですけれども、純正のこのアタッチメントを使った角度って割と下を向きすぎてるんです。なので、実際はもうちょっとこれをね上向けてやると、シャロー浅い水深の浅いところでも割と遠くまで画像がきれいに飛ぶようになります。で、その角度調整がこういうふうにできるようになるわけなんですね。ディープフラットとかで魚礁とか見たいような場合は、もうちょっと気持ち下を向けてやると、その深いところまでビームがしっかりと飛ぶっていうふうなふうになりますので、まあこの角度調整がねスカウトモードでできるっていうのが大きなメリットになっています。こちらがライブアジャスターっていうパーツです。はい、今スカウトモードでついています。これをネジを緩めて、はい、回して、で振動子を縦に向けて、もう一度面がきちっと合うようにして締めてあげれば、これでもうこの角度がちゃんとフォワードモードの角度になっていますので、これだけで縦横の切り替えも簡単にできます。